こんにちは、セーサーシャネル、アンナとハルカとカズです。みんなはイロハニコヘトって聞いたことある？ない、何語ですか？日本語やで日本語？日本語やだよ。アイウエオみたいなやつなんだけど、アイウエオはわかる？はい、あいうえうはわかるそれひらがなでしょ。1回だけしか使わないで あからんまで全部使って一つの文章を作ります。で、いろはにほへとちりぬるをわがよたれそつねならんみたいなのがありますまあまあそれはさておきですね。やりたいなって思ったのが、はい、いから始まるんだけど、イだったらミャンマーの何が思い浮かぶ、はい、とかトークをしたくて、はい、なんとなく理解できたから、はい、じゃあイロハのイイイイイあな、イではいイイだえイバン何何けたらいいわね。本当はうんちね。あ、うんち？やめなさい。またうんちの話。うんちはいいと言うね。一番最初の言葉がうんちはやめよう。なんかもうちょっとさ、あのインレイクとかさ、インニアレイクとかさ。だから呼ぶ呼ぶ呼だよ。エンジ。ああ。エンジ。あれはイなんだ。私はエから始まると思ってたわ。本当はイン。そうですね、社長。イウンでしょ。そうだね。あ、でもちょうどいいか。ロだからロンジーとか。エンジー、ロンジー。アナは？私はエンジーだよ。アナは言わないの。ロンジー。ロはロンジー。ハは？ハは、ハワイ。ハワイ。ハワイ、ミャンマーじゃないじゃん。そうちゃった。ヒだな。ハ、ハ。ハンタワディでもいいよ。ハンタワディ。はあ、ママ、私たちより上手だよ。ハンダオリ、そうだね。ハンダオリで、そうですよ。もう私考えて気分出れました。ハンダオリって何？町だよ。本当はそれは昔の使い方ね。昔の。昔の町の名前？はい。今も使ってるわ。なんだっけ、最初イ、はい、インジーか。インジー、ロンジー。男も女の子も。男も女の子も。だから男エンジ、女の子エンジ、メグレエンジ、ヤジャレエンジ。何枚ぐらい持ってる？10枚。え？ 10 枚少ないでしょ？あなた10枚じゃないでしょ？いっぱいでしょ？もういっぱいあるでしょ？10枚ですね。ねえ、嘘。前の6時は私、ドネーションしました。なんで？なんでは小さくなるとか、好きじゃないと思うから。あ、そういう時は何ドネーションするんだ。ない人たちにあげました。今には大体はね、いない人たちに大体あげる方がもっといいと思う。なるほどな。はるかもドネーションするの？私子供の時からずっと。今もう時々私はるかの服着ます。いないじゃなくて欲しい言う時はあげる。欲しい言うとあげました。っていう感じでミャンマーのことを、日本にねなんか紹介したいから、日本のイロハニホヘトと一緒にミャンマーの言葉を、はい、ミャンマーの文化を伝えられたらいいなと思ったので、こういうトークをねやります。はい、じゃあニュースいきますか。カズさん、あれ配送のニュース言ってください。他の会社さんとか他のインベスターからその資金を調達、資金をもらいましたよ、資金を預かってビジネスを大きくしましたよっていうニュースが出ました。配送はミャンマー込みだけですか？そうだよ。日本ですけどない？日本でやったわけじゃない。日本人がミャンマーでやってるだけ。配送はね、今のお金を今度はもっともっとね、その配送を使う人とか、そのレストランに営業するためにあのお金を使って拡大していくと。ヤンゴンの加盟店がね、1200だったかな。わあ、すごい多いな、うん、ぐらい今配送が、あの配送の加盟店としているので、これをもっともっと増やしていくと。あのさ、はい、焼きそば食べたの？バリバリで、うん、
普通にスーパーに売ってる日本の焼きそば、それがさ、あの本当に何言ってるかわからないと思うんだけど、ガソリンの味がして、あ、ガソリンの味、そうわ、分かる。ミャンマーにもドクドクある、分かってた、ある大丈夫、あるとガソリンの味いうか、私たちだと煙の匂いとか味とか入ってる、その匂いは入ってるから美味しくない、まあ、美味しくないで、そっからずっとお腹痛くてさ、あらま、大丈夫、いや、分かんない、だってガソリンの味したもん、食べちゃダメですなんか作ってる時気づかなかったんで、あの普通にスーパーで売ってる、あ、はい、よくあるやつですよ、多分日本人だったらみんなわかる、こっちに住んでる、あ、ウインナーとキャベツと人参入れたんですけど、野菜だけ食べました、麺が臭かったのできついねだからピザはちょっともったいない、違う、配送の話だね、ごめん。アンナは家でデリバリーするの？ドキドキだけ。あ、するんだ。何頼むの？私、ミマリオリ、ドキドキは、まあ、ロテリアでチキン。あな、金持ちだね。お金持ちだね。カルパはしないの？うん、しない。作るの方多い。お、作るの？はい。卵。くるてない私上手は一番、お母さんも私のそれを美味しいだって本当。あれ、このさ、今そのフードデリバリーでこれが欲しいなっていうのある、はい、今は何でもある、できるからね。あ、そうなの。あとで野菜も肉もデリバリーできるよ。すごいね、買い物行かなくてもいいじゃん。そうですね、自分の好きな店をあれ探して、そこの店から頼める。でも肉とか優しい野菜はね、目で見て買うの方がいいかなと私は思うね。はるか分かるの？でも選ぶことは分からないですけど、目で見て美味しそうな肉かな、野菜かなだと買いたいですけど。社長は？僕はほら、はい、あの見てどれが美味しいか分かるからさ。あ、はい。あ、はい社長上手だね。うん、そうだよ。タンジーでもフードパンダを頼めるようになってるんですよ。すごい、いいね、いいね。そう、フードパンダはね、やっぱお金いっぱいあるからね、そうやってどんどん拡大して頑張ってますよ。みんなはフードパンダの方は好きだね。まあでもすごいね、ミャンマーの自転車のデリバリー市場っていうのは、そのシンガポール系のグラブとドイツ系のフードパンダで、ミャンマー地元のドアツードア、そこ に日系のね配送がこうみんなで競い合いながらね、大きな市場を作っていってるので、今後のね、ミャンマーの経済成長に貢献している事業であると言っても過言ではないと思います。では次、アンナさんなんか調べてきたの？私知ってるか、少しだけ、あまり全部じゃなくて少しずつ今ミャンマーからバンコクにバスだとか車とかね、ヤンゴンからバンコクまで行くバスがあるの？いや、バスじゃなくてハイウェイマシやってますとか、シャンハイウェイ、はい、シャンハイウェイ、9時間にバンコクに着きますとか、ヤンゴンから、ヤンゴンからバンコクまで、ティロワからは13時間。何？そういう計画なのね。いつ終わりますか？またわかりません。ちょっと長いと思う。そっか、はい、それできるといいね。夜寝れば次の日にはバンコク着くんでしょ？便利ですよね、これできたら。ねえ。私、全部の読めません。全部読んで。いや、社長、とても長い難しい言葉ね、説明も時々できません。アナ、頑張って。はい。ヤゴンからバンコクまで車で9時間で、それいいじゃないの。すごいよね。そうですね、今本当だと今ね、山の中でもヤンゴンからガバリだと10時間以上だよ。そうだね、毎日行く。毎日買い物買い物買い物もうバンコクに住んだ方がいいそれは大変でしょ。大変ね9時間ぐらいバスの中では
ちょっと大変って思う。アンナさん、アンナさん、僕はもっともっと、はい、あのね、チンまで車で20時間かけて行ってたんです。チンとかチンだと遠いだよ。1日くらいかかる。でも毎日じゃないんでしょ、車掌。毎日じゃないよ。毎週では大丈夫。でも毎日か。もうそのだけ1日かかります。あ、じゃあ、あの今度からアンナに買い物行ってきてって言ったら行ってくれるんだ。私一人だけ。いいでしょ、あなた一人でバンコクに2年3年ぐらい。そう、あなたはほらタイ語が喋れるんだから一人で行きなさい。でも私ね、若い時はね何も怖くない。今年上になっちゃうからどん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 ね怖い気持ちがね ありました。いらない、大丈夫大丈夫だから一人で一人で。そう、バンコクに行って彼氏探して。違う、彼氏を探しに行くんじゃなくて、買い物。買い物。あ、だから買い物行くとき一人で寂しいと。社長のお金で、いやいや、社長のお金で買い物しないで、彼氏作る。だ、ダメだってそれ。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら、高評価を。もっと聞きたいなって思ったら、チャンネル登録をお願いします。それでは、アンナと、ハルカと、アキと、カズでした。バイバイ。